後半山口大学キックオフを務めますのは11番の 木山です。笠岡高校出身の1回生が務めます。山口東京理科大学はリターナーに81番、そして9番でしょうか、この2人を8番を配置した模様です。81番は長岡慶信高校出身2回生、8番は丹会津和光高校出身こちら1回生です。さあ今度は右サイドラインに合わせました、リターナー81番、この判断によりまして自陣30ヤード付近を追いまして、ここから山口東京理科大の攻撃に変わります。さあ今度は好位置からの攻撃になる模様です。山口東京理科大学自陣30ヤードからファーストダウン10、さあオプションプレーを展開しようとしました。ラニワック3番にピッチしまして、左オープン展開図らんというところですが、わずかにタイミングずれまして、ここでファンブル発生、ターンオーバー。ここで、プレーを展開しようとした際にラニワックがボールを落としました。落としたボールはどちらを取っても変わりません。それを取ったのは山口大学、従いましてここで攻守交代となります。攻撃権変わりまして山口大学に変わります。山口大学ターンオーバーでファーストアウト。これは大きなプレーとなりました。さあ結果的に相手陣入ったところから山口大学の攻撃になります。山口大学相手陣28ヤードからファーストアウト。さあ中央へのランプレー、ランニングバック10番、まずここでハンドオフを託されまして中央へのランプレーを敢行しました。オフェンスラインマンが相手ディフェンスをプレッシャーかけまして約6ヤードの原因としています。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが入ります。見事にランプをまず最初決めましたのは何枠11番の木山でした。笠岡高校出身1回生です。ケイジさんはリプレイ機能の詳細ありがとうございます。ただ YouTube、スマホでご覧いただいている方は、そのバー、スクロールバーをずらすことによってご自身でもリプレイは可能ではありますので、これらを駆使していただいて様々に見ていただくと非常に面白いと思います。さあ試合再開です。山口大学セカンダウン5、そしてセカンダウン4です。再びアンペーナイスゲイン、ファーストダウン。ここでアイフォーメーションから2枠14番にハンドオフ、ブラストプレーで中央突破しまして見事攻撃権更新となっております。山口大学ファースト、見事期待に応えましたのは山口大学ラニ枠11番の木山です。笠岡高校出身1回生、今度は山口東京理科大学も対応します。中央のランプレーを重ねます山口大学に対し、ディフェンスライン陣が殺到しこのランプレーを2ヤードに留めております。
海中川光さんメッセージありがとうございます。グラウンドかっこいいですね。確かにこの青のグラウンド非常に映えます。もともとはここは、ホッケーの正式な国際大会基準になっています。したがいましてこれはホッケー仕様の、グラウンドフィールドになっています。さあこれも山口東京理科大踏ん張った。オプションプレーをピッチ受けましてランニングバック、右オープン展開図らんというところでしたが、ここでディフェンス陣見事に食いつきました。振り切らんとするランニングバックをディフェンス81番見事にタックルしまして、このラン阻止しサードダウンに変えます。執念のタックル決めましたのは山口東京理科大81番の長岡、慶新高校の2回生です。サードダウン残り5ヤードです。さあ中央のプレー、これはしかし山口東京理科大止めました。中央突破により攻撃権更新図らんというところでしたが、これを見事ギリギリにタックルで止めましてフォースさんに変えます。続いては敵陣8ヤード地点からフォースダウン残り3ヤードです。さあここで山口大学フォーメーションを変えました。フィールドゴールトライ、キックによる3点を狙います。キック成功、3点獲得。ここで山口大学はフィールドゴールのキックを決めまして3点追加になりました。見事フィールドゴール決まりまして3点追加、山口大学30点、山口東京理科大学0点とスコアが変わっております。これにより3点追加です。山口東京理科大素晴らしいタックルを見せ、このランプレーを、山口大のランプレーを阻止しましたが、しかし山口大このチャンスを生かしフィールドゴールで3点を追加する形に成功しております。キッカーは11番の木山でした。ここまでの得点は山口大学30点、山口東京理科大学0点です。ケジさんメッセージありがとうございます。そうですね、左下のエフェクトもできる限りそのプレーのピンポイントの形でエフェクトを加えていくように極力させていただいております。さあリターンに入った。さあ左サイド展開図りまして、自陣25ヤード付近を確保した模様です。攻撃権山口東京理科大学に変わります。木山選手によるキック、山口東京理科大学リターナー3番ゼロミ選手です。リターナーは3番の常富選手でした。 下松高校と読むでしょうか、下松高校と読ませていただきます。1回生です。この1回生の活躍非常に嬉しく思っております。インターセプト、ターンオーバー。ここでパスプレーによって突破を図りました山口東京理科大。しかしそのパスを取りましたのは山口大学42番、インターセプトにより攻守交代となります。攻撃権変わりまして山口大学に変わります。ターンオーバー、見事にインターセプトしましたのは山口大学42番の野口、観音寺第一高校出身の2回生です。
さあ攻撃権取り返した山口大学、相手陣21ヤードからフォア3点。さあここで力強いランを展開しました。ここでエースランニングバック99番にハンドオフ、密集点突破し相手ディフェンスを弾き飛ばすように中央を進みまして、セカンドエフォートで約7ヤードのゲインとしています。力強いランを披露いたしましたのはランニングバック99番のウコンでした。続いては敵陣15ヤード付近からセカンドダウン残り3ヤードです。山口大学セカンドダウン推移、ボールオン相手陣14ヤード。QB サーク。ここで山口さんパスを投じようとクォーターバック構えました。その一瞬の隙をつきまして山口東京理科大学が殺到。24番がパスを投じる前に仕留めました。QB サークによる大きくロスに変えています。見事 QB サックしましたな山口東京理科大24番の朝比奈、佐世保西高校出身4回生です。ここでホイッスル。ここでウォーターブレイクに入ります。この試合では選手の安全のため各クォーター約30分失礼しました。約半分経過の会議に、ノブリギャンブラーさんメッセージ、ノブリギャンブラーズ様メッセージありがとうございます。ファイト、おそらくギャンブラーズのお名前ありますので山口大学への応援メッセージと思います。ありがとうございます。ケジさんは頑張れ、ナイターでアメフトとか幸せだなというメッセージも、非常に感じたメッセージでもあります。なかなかこういった、ナイターでのアメリカンフットボールというのは選手として体験する機会自体が稀かもしれません。その意味においても、非常に暑い時期ではありますが貴重な体験を選手たちはしていると思います。どのきさんのメッセージありがとうございます。順平頑張れ、おそらくどちらかの選手に対する激励メッセージですね。チームどちらかちょっと今確認をさせていただきます。おそらくは山口大学の山下選手へのメッセージでしょうか。光高校出身の1回生オフェンスラインとして本日登録活躍しております56番の選手ご注目ください。さあウォーターブレイク解けまして試合再開となります。山口大学相手陣17ヤード付近からのサーダン8。パス不成功。ここでクォーターバック10番は中央切れ込んできたレシーバーにパスを投じ攻撃権更新図りましたが、しかしこのパスはレシーバーキャッチできずパス不成功。ダウン1つ失いましてフォースダウンに変わります。山口大学フォースダウン8、フォーメーションを変えます。フィードゴールトライ、キックによる追加点3点になります。さあ2回目のフィードゴール、トラブル発生。しかし振り切る、どこまで行ったか、タッチアーン。しかしここでイエローフラッグが発生しております。山口大学フルバック14番中山選手のラップレーにより約15ヤードのタッチダウン。ここで、反則が発生していた模様ですが、しかしこの反則自体は無効という形になったようです。従いましてタッチダウン成立です。6点獲得となっております。
ですがこの後のトライ4ポイント失敗となりました。従いまして6点止まりです。しかし山口大学がこのトライ4フィールドゴールをリカバリーしました。ホルダーに入っていた14番のランプレーによりましてタッチダウンを上げまして山口大学6点追加となりまして山口大学36点、山口東京理科大学0点とスコアが変わっております。この点におけましては素晴らしいリカバーをしたのは山口大学ホルダーに入っておりましたランニングバック14番の中山でした。広島城北高校出身3回生です。広島城北はかつてはアメリカンフットボールがありましたチームです、高校ですが現在はその活動休止となっております、中山はその休止期間によりまして在学しておりまして、その当時は硬式野球を体験しており、硬式野球を挑戦していた模様です。大学に入りましてアメリカンフットボールにその活動の拠点を変えている模様です。さあリターンに入った、ここで山口大学素晴らしいカバーしまして、このリターンを阻止しております。山口東京理科大学自陣15ヤード付近からの攻撃に変わります。のぼり様メッセージありがとうございます。実況そうですね、分かりやすく撮っていただけたことは非常に嬉しく思います。できる限り専門用語を使わないようには極力しているつもりであります。多くの方々に初めてアメリカンフットボールを見ていただきやすい、そのような実況を心がけたいと思っております。スミスマシュー様、私の個人的な予想ですね、現時点では特に立てておりません。というよりもそれはおそらく試合の過程で様々に変わってくると思いますので、あくまで私は中立の格好でこの試合は、お伝えしたいと思っております。ただ思惑はあります。それは、ご覧いただいている際にまた皆様ご覧いただきながら感じていただければ幸いに思います。さあ山口東京理科大まずランプレーから入りました。しかしこれは山口大学がディフェンス集まりよく2ヤードロスに変えています。さあ山口東京理科大、しかし非常に素晴らしいプレーも散見しております。なんとかこれをつなぎましてタッチダウンを上げてほしいところでもあります。失礼しました、攻守入れ替わっている模様です。先ほどのプレーでトラブルがあった模様です、ターンオーバーありまして攻撃権は山口大学に変わっています。失礼いたしました。さあそして山口大学がここでランプレーを投入しました。ランニングバック99番に託しまして右オープン展開し約4ヤード失礼しました6ヤードの原因としています。オープンをつきました。続いては敵陣6ヤード付近から、状況確認が遅れまして誠に申し訳ございました苦戦でした。現在攻守変わりまして山口大学の攻撃に変わっております。山口大学相手陣7ヤード付近からのセカンドダウン4の状況、パス不成功。ここでパスプレーによりタッチダウンになりました。奥に走り込んだレシーバー失礼しました44番でしょうか、こちらにパスを投じましたがしかしわずかにオーバースロー失礼しました、ターゲット14番だった模様です。パス成功でサードダウンに変わります。中山選手へのパスは成功、山口大学サードダウン4、左オープンランプレー攻撃権更新ファースター、ここは確実にランプレーで攻撃権更新果たしました。キャリア99番ハンドオフから左オープン展開し攻撃権更新となっております。山口大学ファースター、見事ここに期待を応えましたのはエースランニングバック99番ウコンでした。山口高校出身の3回生、続いては敵陣2ヤード付近から、
さあ山口大相手陣2ヤードから、失礼しました、攻撃権更新はなっておりません、フォースダウンとなります。フォースダウン2の状況、そこでプレーを展開、中央突破、タッチダウン、山口大学フルバック14番中山選手、ここでフォースダウンギャンブルを山口大学敢行しました。託しましたのはランニング枠14番ハンドオフから密集点突破を14番果たしまして、見事タッチダウンを上げて6点追加となっております。山口大学ランニング枠14番中山の素晴らしい健脚によりましてタッチダウンを重ねてさらに6点追加となりました。さあここで山口大学は2点を狙います、2ポイントコンバージョン、エンドゾーンを目立つ狙い、2点追加を図ります。さあこれはどうか、パス不成功の判定です。ここでパスプレーによりこの2点獲得を狙いましたが、しかしこの2ポイントコンバージョンのパスは失敗という形になりまして、結果的に6点止まりとなっております。山口大学42点、山口東京理科大0点とスコアが変わっております。2ポイントコンバージョンのパスプレーが成功です、追加点はありません。ケジー様、気温と熱気で暑いだろうなというメッセージ、確かにそれは感じるところがあります。ただ幸いにも日中に比べますと日が陰りましたことによりましてかなり過ごしやすい形になってまいりました。選手たちにとってはその意味ではこの時間帯幾分かですが、それが救われる状況ではあるかと感じます。また風も若干出ておりまして、この点も救われていると思います。さあその中で行われております2024開幕戦、このまま、現在試合は第3クォーターに入っております。さあ山口東京理体理科大果敢にリターンに入る、今度は右サイドライン際を突きまして自陣28ヤード付近を確保し、この位置からの山口東京理科大の攻撃に変わります。山口東京理科大学27ヤード付近からファーストダウンです。ここまでの得点は山口大学42点、山口東京理科大学。さあなんとか反撃期待したいところです。山口東京理科大ファーストダウン点、パス成功、ファースト。ここでクォーターバック左に流れて24番ワイドレシーバー8番にパス、これを8番見事にキャッチしまして攻撃権更新です。山口東京理科大学ファースト、東京理科大学クォーターバック24番朝比奈選手からワイドレシーバー見事パスキャッチしましたな、ワイドレシーバー8番のタンでした。会津学法高校出身1回生です。山口東京理科大学自陣38ヤードからファーストダウン点、ここでホイッスル、ここで山口東京理科大学が後半1回目のタイムアウトを取りました。山口東京理科大学前半1回目のタイムアウトです。失礼しました。山口東京理科大学後半1回目のタイムアウトです。各チームは前半後半に維新スプリングボールもぜひ実況とメッセージありがとうございます。ただすごい実況陣が今度やってまいるというふうに私聞いておりますので、取らせていただきますが、果たして実況する隙間があるかどうかは分かりませんが、もしありましたらさせていただきたいと思います。はっきり言いますが、今度のスプリングボールは、実況陣ものすごい人が来ます。その人がドタキャンしなければということでご了承ください。
さあ試合再開となります。山口東京理科大学自陣38ヤードからファーストダウンって山口大学ナイスディフェンス。クォーターバック24番左に展開し、自らの走力とそしてパスによって展開するランパスを展開しようとしましたが、しかしこれを読んでか山口大学ディフェンス陣殺到しまして、このランを3ヤードロスに変えています。続いては自陣35ヤード付近からセカンドダウン残り15ヤードです。インターセプト、ターンオーバー。ディフェンスバック88番小山選手が、ここでパスプレーによって山口大学突破を図らんというところでしたが、そのパスを取りましたのは山口大学42番、インターセプトにより攻守交代です。ターンオーバー、攻撃権変わりまして山口大学に変わります。見事なインターセプトを決めましたのは山口大学42番の、失礼しました、山口大学88番でした。88番小山のインターセプトでした。工場高校出身。一旦はディフェンス陣が殺到しまして、このラン阻止戦というところでしたが、ランニングアップ見事にこれを踏みほどきまして、セカンドの約5ヤードのゲインに変えています。見事なステップワーク見せましたのは11番の木山でした。1回生ながら素晴らしいプレーを披露しています。30ヤード付近からセカンドダウン残り7ヤードです。さあ山口大学セカンドダウン残り5ヤード、さあ中央でのランプレー、攻撃権更新ファースター、ここでランニングバック11番ハンドフォーを託されまして、オフェンスラインマンの後ろをついてそのまま一気にモール状態で中央突破し攻撃権更新です。山口大学ファースター、ここで第3クォーター終了となります。第3クォーター終わりまして山口大学42点、山口東京理科大学0点、攻守方向入れ替え、最終クォーター第4クォーターに移ります。